はい、ナマスカラ。はい、このビデオは、TTC の B コースの、ビデオですね。はい。このコースではいつも、何回も同じことを言っています。今の教師の役割は知識を伝えることではありません。じゃあ何をするのか。このビデオでは問いを立てること、それについてお話しします。問いを立てることというのは質問することです。でも20世紀の質問と21世紀の質問はちょっと違います。20世紀ではまず先生が説明して、説明が分かったかどうかを確認するために質問します。分かっていなかったらもう一度説明しますね。それから教えたことを覚えているかどうかを確認するために質問するのも20世紀の質問です。だけど、21世紀は先生は説明しません。学習者が調べることを質問します。で、その質問に答えるために学習者はいろいろ答えて、分かったことを他の学習者と教え合います。で、いろいろな研究がありますね。こういう教え合うことをピアインストラクションと言います。で、先生が説明するのはレクチャーですよね。はい。で、レクチャーよりも、このピアインストラクションの方がいいということが分かっています。で、特に、コレクティビストカントリーですね。日本とかインドは、こういう教え合うピアインストラクションの方がいいという結果が出ています。はい。これは、3 idiots、アーミル・カーンの映画の中ですね。この2つの言葉の意味を、調べて、そして分かったら手を挙げる。そういう教え方をしています。これも質問することによって生徒が調べる。そういう教え方ですね。はい。私が一番おすすめするのは、マーク・プレンスキーのパートナー方式です。これはインドのアマゾンでも買うことができます。じゃあ、どんな質問をすればいいのか。これは浅い質問から深い質問まであります。例えば、この漢字の読み方は何ですか。これは調べればすぐにわかりますから、浅い質問ですね。だけど、一番深い質問は、あなたにとって一番いい日本語の勉強方法は何ですか？これは質問する先生も正しい答えがわかりませんよね。こういうのは深い質問と呼ばれています。いろんな質問があります。はい。で、よくある反論なんですけど、まずね、教えた方が早いって言われます。はい、それ確かです。でも、その通りなんですね。でも、すぐに忘れてしまいます。で、教える方が簡単っていうのもありますね。はい。でも、すぐに忘れてしまうんですから、確かに、ね、教える方が簡単ですけど、すぐに忘れてしまうんですから、それじゃダメですね。先生の仕事っていうのはそんなに簡単ではありません。じゃあ、間違った答えを見つけてしまったらどうするのか。これは、浅い質問。つまり、調べればすぐにわかるような質問の場合は、辞書とか教科書とか、いいリソースを提案してください。はい。で、深い質問の場合は、間違っているかどうかはわからないんですね。先生にだってわかりません。で、本当に間違っているときは、学習者が後から自分で間違いに気がつく。あ、これは間違っていたなというふうに気がつきますから、それは先生が心配しないでいいです。あと最後ですね。村上はこのビデオの中で説明してるじゃないかってね、これよく言われます。はい。実際そうなんです。でも、これは教える内容によって違います。今私が説明しているのは、21世紀的な日本語の先生の教え方とかそういうものですね。で、こういうものはですね、学習リソースっていうのがとても少ないんです。お金を買ったり、あと研究、お金を払って本を、読めば、もうたくさんこういう本はあります。だけど、インターネットでお金を払わないで、読むことができる資料はあんまりないんですね。でも、日本語の漢字とか文法の学習リソースはたくさんあります。ですから、日本語を教えるときは、先生は説明しないで質問するだけでいいんです。はい。あと、その他にですね、もし興味がある人は、この、Make Just One Change という本もとてもおすすめです。はい、繰り返していますが、今の先生の役割は知識を伝えることではありません。このビデオでは質問をすること、それが先生の役割の、一つであるということを話しました。はい、それでは次のビデオでお会いしましょう。フィルミレンゲー。